しゃばでよくないことをしたものは、やっぱり地獄とやらへ行くのでござりますかなと、菊地さんがしばらくしてからまた聞きました。そりゃあそうだろう。と、おしょうさんは酒臭い息を吐きながら、そっけなく言いました。 菊地さんはそこで、シャバでしたいろいろなことを思い出してみました。ところが菊地さんは、米を踏みにじったのをはじめとして、悪いことばかりを思い出すのでした。例えば、越後から来た獅子舞の子供たちに、いろいろゲーをさせた後で、おしが あいにくないからというので、そのまま追っ払ってしまったことだとか、畑から帰るとき、土橋の下で猫の子を拾ったが、途中で猫は生物だから物を食べるということを思い出して、また元の土橋の下へ捨ててきたことなどであります。 すると、おしょうさんも笑いながら、自分がシャバでしたことを思い出してみました。しかし、おしょうさんは、まだお酒で頭がぼんやりしているせいか、米を菊地さんと一緒に踏んだことなど、どうしても思い出せませんでした。そして、 さすがにお坊さんだけあって立派な一生であったということが菊次さんに納得できたほどお少さんが思い出したのは良いことばかりでありました。これではとてもお少さんのお供をして極楽とやらへは行けまい」と菊次さんは思った。 なさけなくなったのであります。「きくさあまり足を引きずらんでくれ。埃りが立ってしようがない。」とまた和尚さんは言いました。「ええ、申し訳ござりません。」ときくじさんは。 額の汗をぬぐいながら謝りました。だが、和尚さんも、片足引きずってござらっしゃるだ。と、菊地さんは付け足しました。そのとおりでありました。和尚さんも、さっきから片足を引きずっておりました。 そういえば、こっちの足が、どうやら痛むようだ。と、和尚さんは、顔をしかめて言いました。しばらくして、和尚さんの足の痛みは、ひどくなってきました。和尚さん、わしに、おぶさってくださりませ。 なあに、歳はとっても、おしょうさんの一人や二人はおえますだに。と、菊次さんは自分の足のことも忘れて、おしょうさんの前にしゃがみました。そこでおしょうさんは遠慮しませんでした。菊次さんの背中に追われました。 菊さんは和尚さんの重みでよろけながら進んでいきましたやがて向こうから人力車が一台やってきたのです「ははあ迎えにおいでなさったなうまいうまいゴム輪の人力車と来ている」と おしょうさんは言いました。お迎えに参りました。と人力車を引いてきた男は言いました。そして5月3日の午後死んだお方はどなたですかと聞きました。5月3日の午前じゃろう わしはたしか、昼前に死んだような気がする。と、おしょうさんが言いました。いや、5月3日の午後と聞いてまいりましたが、そいじゃ、うんげじというお寺の門前に住んでおいでになったお方はと、人力引きは聞きました。 文家寺のお寺の中のことでござりましょうと菊池さんが聞き返しましたいや確か門前と聞きましたがと人力きは首をかしげました門内というのを門前と聞き違えてきたのだろうと おしょうさんはもう車に乗りかけて言いました。そんなことはないつもりですが、と人力引きは首を起こして反対側へかしげました。もっとしっかり聞いてこなきゃだめじゃないか、とおしょうさんは 人力引きを叱りつけてどっしりと車に腰を下ろしました仕方がないので人力引きは長江を持って引き始めました菊地さんは人力車の後ろからビッグを引きながらついていきましたそして時々 和尚さん、足はまだ痛みますかと聞くのでした。とうとう道が右と左とに分かれているところに来ました。そこにまた一人誰か立っていました。人力車がそばへ行くと、 百姓の菊子というのはお前さんですかと人力車の上のおしょうさんに聞きました。いや、わしはうんげじのおしょうじゃ。百姓の菊子なら、後ろからついてくるのがそれじゃ。とおしょうさんは答えました。 それでは間違っています。和尚さんは車から降りてください。菊じさんが乗るのです。すると和尚さんは怒って言いました。わしは足が痛いじゃないか。こんな足で歩かれると思うか わしは百姓ですだ。いくらでも歩けますだ。人力車みたいなものに乗ると、帰って気持ちが悪くなりますで、どうぞ、おうさんが乗っていかっしゃるように願いますだ。と、菊地さんも頼みました。そこで、別れ道に立っていた人は、しぶしぶ承知しました。 だがこう言いました。菊地さんは右の方おしょうさんは左の方の道を行ってくださいそれでは困ると菊地さんは言いましたわしはしゃばではいつでもおしょうさんのおともをさせてもらいましただ 五十年の間、一遍も欠かさず、米発ほや麦発ほのお供をしましただ。しかしいくら菊次さんが頼んでも、これだけは許してくれませんでした。そうですかなあと菊次さんは、 力を落として言いました。考えてみりゃわしはしゃばでわるいことばかりしましただ。お経ひと節ろくに読めないようなわしと、いっしょうがい仏様に仕えてきなさったおしょうさんと、同じところへ行けないのは当たり前かもしれません。 そこで菊地さんと和尚さんは別れました。菊地さんは右の道へ。人力車に乗った和尚さんは左の道へ。和尚さんは人力車に揺られていきました。しばらくして振り返ってみました。 菊のバカが名残を惜しんでこちらをまだ見ていることだろうと思ってすると和尚さんはびっくりして目を見張りました向こうへとぼとぼと歩いていく菊地さんの体が散乱と金色に輝いていたのであります もう菊地さんはびっこを引いてはいませんでした。年寄りらしい歩きぶりでもありませんでした。それは絵や彫り物でよく知っている仏様の姿でありました。和尚さんは思わずその後ろ姿に手を合わせました。 ああ、と、おしょうさんは、ため息をついて言いました。今となっては、わかったわい。あっちの道が、極楽へ続き、こっちの道が、ろくでもないところへ続いていることが、 くじさんの進んでいく方の空は美しい真珠の色に晴れ渡っていました和尚さんが自分の行く手を見るとそこには夕立でもあるのか黒雲がムクムクとわだかまってその中に稲光がひらめいていましたまた 和尚さんの片足が痛み始めたのであります。